はは、今日お集まりいただきありがとうございますとともに、あのすいません、早くなりまして、スタートが早くなりましたこと、それでも急遽駆けつけていただけましたことありがとうございますとともにお詫び申し上げます。おとといの、飯田と申します。よろしくお願いします。今日はあの、まあ、あの最初トイズさんとですね、まあ、前浦さんのインタビューをおとといで、かなり初期にやらせていただきまして、僕もそこで初めて出会ったんですが、あの本当に衝撃を受けまして、あのこの、まあ、前浦さんというアーティストをですねずっと推していきたいなと思って、で今回あの音源が出るということで話してた時に、最初はこの予約会をあのおとといの、 あの渋谷にあるおとといの事務所でやろうかという話をしてたんですけども、あの前浦さん側のなんかご好意でこの阿佐ヶ谷劇場を借りて、やりたいと言っていただきましたので、あの今日この、日を、この場所借りてやらせていただくことになりました。あのまた皆さん、あのおとといの音源、予約していただきありがとうございます。今日いろいろ用意してますので、楽しんでいただければなと思います。ということで、前浦さんを早速お呼びしたいと思います。前浦千秋さん、どうぞ。はい、こんにちは、前浦千秋です。おはよう。狭い？狭い。かわいそう。それでは今からみんなでます。出ます。から見てください。見えんの？こんにちは。よろしくお願いします。お菓子持ってきた？お菓子持ってきてよ。ピーパポテト。でもみんなの分もお酒も買ってきてあげようと思ったの。行く？早く決めないと。どっちがいいと思う？行くべきだと思う。はい、暑い。暑いですね、確かにね。はい、クーラー18度にして。この劇場は暑いか寒いかしかないの。やっぱこの劇場ね、
ほとんどの方知ってらっしゃると思うんですけど、はい、この劇場に対しての思い出みたいな話してください、ぜひ。はい、よく遊んでくれる人がいっぱい住んでるっていう感じ。住んでる、ここに。はい。はい、例えば、どういう方？ボボさんっていう人とか、田中とか、はい、マンボウちゃんっていう女の子とか、はいはいはい、レジェンドっていう子とかが、仲良しがいっぱいあります。どんな遊びするんですか、皆さんで。蒙古タンメンを一緒に食べたり、蒙古タンメン、あとはお泊まり会をここの、 あの下の部屋でするんですけど、はいはいはい、そこで夜な夜なおしゃべりをします。夜な夜な、どんなおしゃべりするんですか。なんかでもだってここのちょっと変な人なんでしょ、はい、店長さん、なんかそうですよ確かこの前、おとといのインタビューでなんかちょっと卑猥なことをおっしゃってました、はい、さっきもおとといのインタビューでワッポさんの性癖を言った、はい、どんな性癖なんですか。でも乳首に鈴つけて、はい、JK の服を着て、はい、外に連れ出されて首輪つけられて散歩されたいらしいされたいですね。そういう話を夜な夜なしてて実際やってるわけじゃないんですね。いや、あ、でもやったら捕まっちゃうから、うん、やりたいって思ってるだけらしい。あ、よかったよかった、それはよかったです。じゃあ大事なのか、大丈夫ですか。はい、おちょどの編集長さんです。飯田です。もうね、あの編集長じゃなくなって、はい、編集長はちょっと若い子に譲って、はい、あれしてますが、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、アルバムが出ます。はいはい、いいですか、進めて。はい、はい、ぎっしり歯茎っていうアルバムが出ますが、ちょっと何してるんですかちょっと、はい、いいですか、しゃべって。はい、ぎっしり歯茎っていうアルバムが出ますよね。はい、はい、で、ぎっしり歯茎っていうアルバムが出ました。で、さっき実は一昨日インタビューをして、前田さんっていう方が、しっかり丁寧に結構インタビューしていただいたので、なんかその内容自体は結構まあ、それ読めるかなとも思ったので、思い切って皆さんがインタビュアーとして大質問大会ってどうでしょうかと思ってるんですが、いかがでしょう。はい、で、それでもいいですか。なんでわーっとちょっとせっかくなんで、質問を考えてくださいとともにですね、もし質問もしくはこの曲聴きたいっていう、このアルバムに入ってる曲があります。皆さんわかるかな、アルバムに入ってる曲、この曲聴きたいみたいなのがあれば、それも言ってください。そうすればすぐ出ます。はい、なのでもしその曲を聴き比べたかったりとか、まあ、質問とかあったら、どんどん言って、約30分か40分ぐらいしかありませんので、その時間をぜひ皆さん の疑問にあれしていただければなと、使っていただければなと思っております。ということで、僕からまず1問目、はい、行かせていただいてもいいでしょうか。はい、前村さん、はい、今もう超イケイケの勢いある感じ僕してるんですけど、はい、前村さんは今は前村さんの中ではもう俺は私は売れ売れだぜと思ってる感じなんですか。全然私は、うん、ビルボードを見てるんですよ。はい、だから、はい、まだ変なカッパです。変なカッパ、どういうことですか。変なカッパ、現在の立ち位置は変なカッパ現在の立ち位置は変なカッパ、まあ、なるほどなるほど、つまり全然まだまだだってことですよね。はい、そうです。ビルボードは1位を目指してらっしゃる感じですか。はい、そうです。ああ、なるほど。どれくらいの期間でそこまで行きたいと思ってらっしゃるんですか。ビルボード1位までは、32歳あ、でもそれは10年後だからなかなか時間がありますね。時間ありますよ。じゃあ27歳にします。27歳、あと5年で。ああ、6年にしときます。28が、はい、その5年か6年かは自信がなかったってことですか。それともなんか5年でレディーガガとツーマンなんで、はい、その後にビルボードかな。なるほど、レディーガガと5年後にツーマンで。そういえばこの前レディーガガ
ニュータウンというところでやってらっしゃいました。あらあらあら、ものすごい僕あの審査員させていただいててものすごい邪魔だったんですレディーガガいたんですか？レディーガガいました。前村さんがいましたね。レディーガガのモノマネをしている前村さんなんですけど、何、はい、でしょうね。あのそう、でもあの正直な感想を言うと、あのもう歌うまいんですから、もうああいうのに出ないでくださいね。はい、歌がうまいのはもうみんな知ってるから。そうそうと思うぐらいうまい。もらいました。はい、あの大賞もらいましたね。あそこあれは本当にあの半分ぐらいの方はあの年配の方がいて、はい、ちゃんとカラオケを練習してる方がいて、僕らはそのあの年配の方が来たらちょっと甘くつけてあげてくださいみたいなことを言われてるんですよ、はい、実は。そんななんかものすごいプロみたいな人がレディーガガみたいな洋楽持ち込まれてちょっとみたいな。はい、気をつけましょう、ね。はい、わかります。ではあの、はい、とか本当にあのボロフェスタっていうフェスをね、実はあの僕やってまして、まあ、京都でそのリンボーダンスっていう大会をやったので、はい、それもなぜかドーンって出てきて優勝してって、本当にただのフェス嵐ですね。困りますよ。なんか出れるって聞いたやつは全部出たくなっちゃうんですよ。なんでなんですか？いや、なんか暇だから、うん、時間あるって、はいはい、あるところになんか出れるやつがあるんだったら何でも出ちゃう。なるほどね。あの他のアーティストって多分楽屋とか一緒になったことあるんですけど、はい、こうステージ、自分のステージに向かってこう集中力を高めてるんですけどそういうのはないんですか？大丈夫です。私は10秒前にこれから本番でって言われても OK ってなる。できる。OK ってなる。それで後悔したこととかないんですか？全然ないですよ。じゃあ元々が突破力がすごいんですね。あーあー突破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 すごい頭の回転が早いです。ありがとうございます。では、皆さん質問をですね、よかったらせっかくなんでこの機会にですね、アルバムのこととかでもいいですけど、全然そうじゃないことでもいいです。あとですね、もしこの曲聴きたいみたいなのあったら言ってください。あのすぐ流したりしますので、いかがでしょう。手を挙げてもらえたら嬉しいです。はい、どうぞ。一番最初に、はい、何ですか？今度のアルバムって、大体がその今まで出てる曲じゃないですか。で、今回その新しくレコーディングし直したりしてる部分もあるんですよね、うん、全部した。それって どこら辺にこう気をつけてというか、どういう風に気をつけて、こうどういうところにこう、こうどういうところを変えましたか？何にも気にしないで歌いました。まあ、今までのものとはどういうふうに違うんですか？歌詞が違う。歌詞違うなんかいっぱい修正されて、提出して、そしたらなんか赤文字でいっぱい返ってくるんです。それでそこをなんかこれはどういう意味ですか、こういう意味に捉えられたらあの NG かもしれませんとか。だからつくつく星とかめちゃめちゃ修正してあるよ。あとはなんかクレヨンっていう曲があって、小人の女の子、小人っていう言葉はどういう意味ですかみたいな。そう、いやでも次から気をつけてくださいになった、それは。せっかくなんで一番あれ変わった曲聴いてみますか？何ですか？つくつく星がすごい。あと、あ、でもね、あれね、チャラって曲がもうタイトルチャラって曲はもうタイトルも変わっちゃって、チャランポランっていう曲になって。どれ聴いてますか？一番歌詞がね、もしご存知の方とか言うと、こんな変わってるんだ。チャランポランは最高に全然違うことです、はい、チャランポラン聞いてみましょうか。はい、はい、じゃあちょっとチャラン、あ、こっから流せる。あ、そうだった。ありがとうございます。あ、いい質問でした。ありがとうございます。こんな感じでぜひぜひ、あの前村、こっちは今、うん、DI にあのプロジェクター繋いでるから流れない。じゃあこっちから流れる。分かった。大丈夫ですか？はい、さっき趣旨聞いてました。
世界王様。ここぐらいで大丈夫ですか？もうちょっと聞きます？もうちょっと聞きます？もうちょっと聞きます？今そうですね、まあ、みんな分かってました、ね、それで、はい、でも、うん、似ないように歌ってって言われてチャラをね、そう、あ、似ないよ、でも、ああ、なるほど、なるほど、はいはいはい、それで、それが苦労しました。なるほど、いいエピソードですね、はい、全然違うでしょ、ね、チャランポランっていう、これ14曲目に入ってます。あの、ぜひ聴き比べてみてもらえればなと思います。はい、それ以外質問他ありますか？手挙げてもらえたら。あ、ないはい、あ、あるある、ぜひぜひ、すいません、はい、それも回さなくていいと思うんですけど、もしくはどうぞ好きにやってください。今日初めて来させていただいて、あのこの間ラジオに出演されてるのを聞いて、なんかすごい人がいると思って、J-Wave、 J-Wave、 そうですね、あのその中で、アルバムが今度出るっていう話で、アルバムのタイトルが履修歯ぐきで、それどれなんでそういうタイトルなんですかって聞かれた時に、にしようと思ったんですよっていう話を聞いて、どっから出てそういうのが出てくるのかなっていうのをすごい不思議に思いました。初めての現場がここってなかなかやらない。もっとまともなイベントいつもやってた。11月ライブで来ます。でもポッて思い浮かぶから、なんかそう、それは最近ここにさ、ここ何日も取材みたいな日々が続いてて、そこで絶対聞かれるのは、どうやってこのタイトルつけたのって、うん、全部ふん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 だからだよって言ったら、みんな記者の人がはぁみたいな顔ででも本当にふんふんふんといえば、私の中ではびっしり歯茎しかなくて、でもこってりおじさんとかもあるけどそうじゃなくて、こってりおじさんよりは私はぎっしり歯茎かなって思って、
あと後付けの理由で最近親知らずを生やして育ててびっしりになったの、人より歯が。あとは30曲入ってるよって意味にもなるなって思って、ぎっしり歯茎にしました。いや素晴らしい、やっとはちゃんと答えてるの初めて。そういうふうにおとといのインタビューにも答えてくれて、練習が大変なんで。さっき前田さんにインタビューされてる時、このマイクレコーダーにずっとうわっうわっってやられて、そういうのをやめてくださいって。そうですね、お願いしますよ。今のみたいなのですから、みんないつも初めてですから、そうですね、お願いしますね。みんなびっくりしちゃう。そうです、ありがとうございます。なんか、他の質問ある。あ、すみません。だって、ボイスレコーダーで録音するじゃん。まだその話。はい、終わらないですね。はい、その録音のやつ後から聞くじゃないですか、はい、記者の人が。はい、それで突然、うんうん、びっくりさせたくて、うんうん、そういうのを絶対6個ぐらい突然叫ぶっていうのをやるんです。わざとやってますね。本当に嫌なんでやめてください。あとですね、あれってご存知じゃないかもしれないですけど、大体取材って文字起こしというをしてくれる人がまた別でいるんですけど、はい、その大学のインターンの方とか、ね、若いアルバイトの子たちだから現場に立ち会ってない子がいるんで、本当に迷惑だった。知らない人がやってるんです。そうなんですよ、ね、はい、なのでせっかくその人はこの人いいインタビュー受けられるなみたいなのあるかもしれないのにね、急に規制出したらどこの人がやりますよ。はい、でもエンターテイン、次の質問いきます。そうですね、ですね、変わりますね。そうです。もしね質問なかったも僕が質問しますけど、ありますか？なんかせっかくなんで深い質問とかあれば。はい。あります、ね。どうぞ。ちょっと回しますね。はい。はい。最初の質問と少しかぶっちゃうんですけど、はい、36号で難波さんが他の人に任せてみるっていうのもいいと思うよってことで、今回もうすでに映像で公開されているようにエンジニアの方も加わってると思うんですけど、どのぐらいお任せしたのか、それとも譲らないで結構自分の意見を通したのかとか、その辺の話があればどうしようか。なるほど、いい質問ですね。質問ですね。まず私が音源を送って、これの通りにやるのでよろしくお願いしますって言って、それで私が行ってレコーディング取ってくれたのはその人で、それでこの辺ここをこう修正してくださいって言って修正してくれたのもその人で、その映像に映ってたおじさんはそこまでして、あとマスタリングの人はまた別にいたの。それでマスタリングの人の仕事場に行ったら、今までやってきた人たちの CD がドーってあって、岡村康幸とか、しかもビーバーナーミダとかやってる人なのとかいっぱいいて、すごい人のところに来ちゃったなって思って、そしたら明後日岡村ちゃんここに来るよって言ってて、はーって言いつつその人はマスタリングしてた。そのマスタリングにあんまりこう口出しはしなかったの？やってくれたらいい感じだったという。なんかマスタリングって何か分からないの私。それでミックスは分かるけどよく分かんなくて、あとはだからマスタリングのやってもらったんでチェックしに行きますよって言われて、あ、マスタリングもうやったんだって感じ。知らないうちに堀越さんが手続きしていてくれたの。大丈夫ですか、はい、期待に答えた質問になってます、はい、あ、全然、はい、まず、あ、答えに、はい、はい、はい、他ありますか。お、じゃあちょっとマイクをでも CD 以外の質問でもいいですよね。いいですよ、はい、飯田さんに質問でもいいですよ。絶対おかしいと思うんです飯田の質問は。これはね、前村さんの予約取ってくるやつなんで、はい、はい、なのでじゃあ僕聞いちゃいますよ、はい、いいですか、ではですね、この ぎっしり歯茎するんですよ、ぎっしり歯茎ですが一番ですね、前村さんが今回、なんだろう、ここを聴いてほしいみたいな曲、うん、もしくは、全体を通してでもいいですか、ありますか。クレヨン聴いてほしいです。クレヨン聴いてほしい、それはなぜですか。なんか、うん、
覚醒してました。 歌ってる時に憑依して、うん、うわーってやって歌い終わった後ヒューってなりました。それぐらいなんか出し切りました、ね。それは なんでそんなことが起こったんですか。あの2個キーを上げたんですよ。結局なるほど。あのなんか思いついてちょっと2個上げてみてくださいって言ったんですよ、エンジニアさんに、はいはい、それで上げてもらって試しに撮ったらめちゃめちゃ良くて、もう一発で OK ってなって。それはなんでそう思ったんです。だってライブとかではそうじゃないわけですね。でもなんか、うん、あの2個上げた方が私の声に合ってた、合う気がして突然思いつきです。その辺のさっきのご質問と似てるんですけど、その辺のいわゆるせっかくレコーディングだから例えば2つキー上げるとかっていうことはエンジニアさんからとか例えば、プロデューサーさんからとかなんか指示があったりはしたんですか。ないです。あ、じゃあもう全部前村さんが好きにこれ作ったっていう感じです。そうです。なんかその、うん、黙らないといけないところでもとかいう声を入れてるんですよ。入ってました。そう、それで、はい、ビバカメの最後の方に、うん、はいはいはいっていう声が入ってたりするんですけど、それの声も一応私がバーって入れまくって、はい、で後でこことここは切ってください、ここだけ残してとかやってます。じゃあもうプロデュース的なのは完全にあれなんですね、前村さんですね、はい、なんか画面があって、はい、そのトラックがバーってあるじゃないですか、はい、そのこっからここまでピッてやってとかあの、うん、一緒に同席してるから一瞬で終わるんですよ、はい、そういうのがなんか。あ、エンジニアさんと同席してやるレコーディングっていうのは今回初めてだったんですか。はい、私が自分でいつもセルフレコーディングなんで。なるほど。パソコンポッてやって歌って止めてみたいなのやってたんで、はい、人とやるのがそれは良かったんですか。良かったです。やりやすいし。一番良かったのは何ですか。ここ直してって言ったらすぐ待ってるだけで戻すぐ戻ってくるって。なるほど。結構何を直されるんですか。歌を直したりはします。いや歌はあんまり直さないけど、いや余計なこと言っちゃうからそこ余計な言葉を切ってとかやると一個いいアドバイスがあるんです。はい、なんで余計なこと言わなければでもなんか口が止まらなくて口が止まらなくて、そうですね、口を止めた方がいいと思うんですよ。まあでもね、仕方ないですね。はい、あのちょっと一個大事な質問があるんですけど、これを作ろうと思ったのは何でなんですか。これを作ろうと思ったのは、はい、ちょっとクレヨンを聞いてほしいんですけど、その前に堀越さんが作ってって言ったら、はい、あらもうちょっとなんかいい話せっかくこれからの、ね、いい話しようお願いします、はい、これは、はい、なんと私はインディーズとさよならするために作ったアルバムです。え、そこ方なんですね。いや、方なんですけど、嘘でしょ、だって。え、本当、本当。それは本当なんですね。後から決めました、その理由。あ、でもそれ嘘じゃないですか。最初は堀越さんが作るよって言ってきて、はいはいはい、って言いながら作る。嫌だった。なるほど、なるほど。それがメジャーデビューの4月なんですけど、はい、ちょっとせっかくなんでね、クレヨン聞いてもらいましょうよ、はい、はい、ちょっとねクレヨン聞いてもらって、まだねあなたの質問とかあったら手挙げてもらっていいんでね、ちょっとクレヨン聞いてね、ちょっと一瞬も、はい、聞いてみましょう、はい、聞いてみましょう、うん、座っていいんですよ、はい、座ってください。じゃあお願いします、クレヨン。人の女の子
疲れませんか？全然大丈夫です。これが今のクレヨンという曲がもう歌い終わってふーってなったという曲ですか？はい、これ2番のサビがすごいです。あ、じゃあ2番のサビも聞いてみますか？聞きたい？はい、じゃあすみません、続きをお願いします。いいよだ失礼いただきました。どう思ってらっしゃいますか？すごい仕打ちですよね。すごい仕打ちですよ。普段からずっとそんな感じで仕打ちされてる。ピアスを引きちぎろうって最悪ですね。はい、そうですね。あとまゆまゆさん、つけるならつけといてもらっていいですか？はい、そうですね。なんかせっかく暗いんで、なんか普段前村さんのことをどう思ってるのか、ぜひ今後は言っていただけたらなんかしといて、本当に自分の今仕事できてるのは前村さんのおかげだったんで、はい、いや止めないでよなんで、はい、今ちょっとね、別の仕事が忙しくて全然できてないんで、はい、いつか自分の能力を上がって一緒にできるようになったなっていう目標で頑張って、いい話ですね。はい、ぜひここでもう皆さん知ってると思う、お名前をお願いします。田中です。田中さんはね、普段エンジニアをしてらっしゃるということですよね。はい、はい、なのでマリオさんもう戻ってきていいですよ。はい、戻ってきてください。マイクも来ましたね。バイバイ。さよならってことですか？なるほど。うわい！ね、はい、2番の確かにすごい邪魔されながらですけど、すごい、はい、ちゃんと聞きました。すごいですね。はい、はい、クレヨンという曲を聴いていただきました。はい、みんな聴けたじゃんと。ちゃんと聞かすけなかったですよ。はい、照明やりながら、あ、これ聴くやつ日だったって。いや、そうですよ、そうですよ。なんか向こうに行ったの早送りしに行ったと思ったんですから、ね、照明ってまあいいですね、この話は。はい、まだまだ行きますよ。結構ずっと曲一本でいいですね。はい、曲をたくさん作ってきた中で、今回こう選曲で、30曲、はい、はい、ディアマイファミリーまで
30曲ですが、はい、この選ばれた曲たちっていうのはどういう基準で選ばれたんですか？これは、はい、NG 食らわなかった曲です。つまりあと40曲ほど、はい、以上は NG を食らったってことですか？そうです。なるほど。そんなこともないんじゃないですか？その全部40曲食らった？いや、全部ではないけど、うん、ちょっと嫌だっていうのも入れなかったし、うん、NG 食らったのも入れたかったで。なるほど。でもボリューム的には30曲もあるじゃないですか。そうですね。これはなんか、なんでこんなに入れようと思ったんですか？堀越さんが、はい、また、また堀越さん、なるべくいっぱい入れようっていうから。要するに何でなんですか？わかんないです。なんかベスト版を出そうって言って、はい、プロ歴史に、プロ歴史 CD を 出そうって言って、はいはいはい。黒歴史なんですか？そうです。どういうことですか？なんかそんなに、もうそんな、うん、もうそんな変な、うん、変な曲は作らないっていう誓いです。じゃあ次のアルバムからはもっといい曲作れるもんっていう意味です。なるほど。もっといい曲のいいっていう定義は、マイムナさんはどんなのがいい曲ですか？私が気に入ったらです。なるほど。じゃあもっとこれはでも黒歴史になっていくんですか？そうです。でも黒歴史ってタイトルにしようって言ったら、はい、それで大森さんがやってるよって言われて、確かに、あ、そうなのってなって、はい、じゃあぎっしり話して。なるほど。そうなんですよ。それ黒歴史って一昨日で出していただいて。そうですよね、はい、やっぱ大森さんとかっていう存在は前村さんにとってはどういう存在なんですか？全然もうメジャーの人って感じです。なるほど。すごい人って感じ。なんか台湾とかは一緒？あ、そうなんですよ。一回渋谷でシリーマンやらせてもらった時があって、はいはいはい、それはちょっと信じられなかったけど、なんか、なんで私ここでメジャーの人と一緒にやってるんだろうって思いながら。なるほど。やっぱし大森さんっていうのはその なんだろう、結構ちょっと上の世代の、それこそ万能さんとかみたいなのの上の世代のなんか参考にしてたりするのかなと思ったりはしてたんですけど、そんなこともないんですか？はい、私ドツイタルネンが好きです。ドツ？あ、大森さんも好きですけど、はいはいはい、一番影響を受けたのはドツイタルネンっていう、はい、あとボア。ボア、だいぶ差があります、ね。あと、はい、テイラースリフト。テイラースリフト、もっと差があります、ね。なるほどなるほど。ドツイタルネンはやっぱどういうところが一番影響を受けたんですか？なんかもうめちゃくちゃにライブやってるところがすごいなって思って、うん、私それを見て、あ、こんなんやっても別にいいんだって思って、そこから吹っ切れて、はいはいはい、なんか自由にライブするようになりました。なるほど。それはいつ頃ですか？それは、うん、去年ぐらいです。なるほど。ちょうど去年っていうと未知なるパワーアレンジ集。あ、そのちょっと前ぐらいです。はい、この辺からです。20歳の女をバンメリカ、はい、2017年8月5日。その頃に、ドッツと一緒にライブをしたとかですか？見に行ったんですか？見に行きました。新生かまってちゃんとドッツイタルネンさんのツーマンを見に行って、はい、新生かまってちゃん見に行ったら、はい、ドッツイタルネンさんが出てきて面白いって思って、じゃあその時はドッツイタルネンの方が新生かまってちゃんよりもすごい衝撃を受けたってことですか？かまってちゃんは高校で流行ってたんですよ、うん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 、それでだからもともと知ってたから、うん、ライブ見て衝撃っていうかもう知ってたから、なるほど、やったーっていう気持ちで見て、そしたらドツイタルネンさんが衝撃でした、うん、なるほど。ちなみにそういう言い方でするとボアとかはどういうところが気に入って、確かにボアね好きだっていうことはよく聞きますけど、ボアさんのどこがちょっと言ってやられてるかってね、やめてくださいよ、困りますからね、田中さん困るんでやめてください。ボアさんは普通に、はい、あの世代じゃないっていうか、うん、中学生の時にカラとかが流行ったんですよ、はい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 、少女時代とか流行って、うん、それではみんなこう、うん、なんか振りコピとかしてて、うんうん、あの体育祭とかでやってたんですけど、うんうんうん、それで K-POP を知って、うん、それでボアを知って、うん、うわ、この人一人なのにこんな抜きてすげえって思いました。なるほど。そこで結構一人でこれをするってすごいってなったんですか？なりました。なるほど。それはいつ頃ですか？中学生ですか？中3とかです。なるほど。
テイラー・スウィフト、スイフトは。テイラー・スウィフトは、おととしとか。どこが、テイラー・スウィフトはどこが、うわ、ここ、この人のここがすごいと思ったのはどこなんですか。やっぱり売れてるところが。なるほど。ちょっとあるでしょ。テイラー、確かにそう、一番売れてますからね。とはいえ、みたいな。歌がうまいです。あまりいいの出てこない。テイラー・スウィフトって言っとけばなんかいいと思ってるとかそういうなんかなんか例えばなんか悪口とか言われた時に、はい、なんかテイラー・スウィフトの動画を見ると、はい、ライブ映像とか見るとこの人はこの全世界を相手にしてる人っていう、はい、なんかもっと世界を広く見えるんですよ。で、あ、この人はこんなにでっかい世界を相手にしてるのに、うん、私はこの一言の悪口ぐらいでなんかそんなの一万のポンにすればいいやって思って、なんだっけ葉っぱの辺みたいな、そう、それにすればいいやって思って、それでもう元気が出ます。テイラーって言ったらすごいいいこと言ってます、はい、さっき一万のポンがなければ最高最高だったんですけど、ね、なんだっけ何が言いたいんですか。何が言いたいんですか。あのおならのおならのプーじゃなくて、ヘのカッパ。意外とでもあれなんですね、傷つきやすいんですね。はい、でも今は全然平気ですよ。なんかそういう、うん、あの匿名のコメントとかを見ても全然興味がなくなりました。うん、もうすごい強くなりました。それはそのおっしゃっていただいた。テイラー・スウィフトのおかげとかっていうことですか。そうです。うーん、興味がないし、なんかすぐあのはいはいって思いながらミュートします。なるほど、偉いでしょ。ちなみにこれから本当にメジャーデビューをされるってことなんですが、はい、ぶっちゃけメジャーデビューっていうのはどんな風に考えてるんですか、マユミさん。CD を出したてたたってそれがテレビとかで紹介されたり、うん、M ステに出たり、うん、CM ができるとか、うん、ナオンセールっていう CM とか出たりするイメージです。イメージです。なるほどなるほど。ちょっと質問だ。なるほど、そういうことができるからメジャーデビューしたいってことですか。それはでもやっぱりお金がある人ができるじゃないですか。はい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 。そう、インディーズだったら一人でやってたらお金はそんなにないからっていう話かなと。お金持ちになりたいっていうことですか。お金持ちになったらできることが増えるねっていう気持ちでは、お金持ちにはなりたいです。なるほどなるほど。あの前村さんがこうやっぱ音楽をする一番のなんかモチベーションって言うんだな、なんかこうかきたてられる衝動っていうのはどういうところ。それはもう、うん、あのみんなあの膝を砕け散らせたいっていう心が一番の動かされるもので、これをもし例えばワンマンやるとして、これをもしワンマンで私が言ったらみんなどっちゃーってなる、びっくりするだろうなっていうのをやりたいから、ワンマンに新曲を持ってったり、ワンマンでなんか告知をしたり、だからみんなのびっくりする顔が見たいから、うん、が一番でっかいでっかい。なるほど。じゃあ今日なんかちょっと照れた話ですね。だから皆さんのが本当にびっくりする姿を、はい、っていうのがやっぱ一番のモチベーションなんですね。はい、なるほど。はいはいはい。メジャーへの階段を一歩二歩上がっていくと一、二、三歩で二歩下がらない。はい、今のは何ですか。よくライブでやっちゃうんです、これを。あ、なるほどなるほど。今のは初めて披露しましたけど、あ、はいはい、口から出まかせで始まっちゃうんです。はい、あ、口から出まかせで、ね、さて、スカートひらりらりと、はいはいちょっと圧倒されてきました。あの、はい、あのね、もう本当にあのそろそろね時間も来てしまいました。本当に質問的なのは大丈夫ですか。もうあと 1,2 問もしあれば。田中は、はい、質問ある。田中は全然いいですよ、関係ないんで。関係ないことは全然ないですけど、その今他のね予約してるわけじゃないので、はい、もしあればあの
ありますか？誰か。いいですか？はい。どこ行くんですか？はい。もうね。はい。もしあればね。あっち行く。はい、あっち行く。はい。はい。どうす、何されてますか？もう、もしあれね、質問があったら、はい、質問なければ、質問してください。はい、いいですか？あ、たくさん、なんで来るんですか？大丈夫ですよ、来なくてももう、はい、行けって言われたらね。太陽さん、次のアルバムはどう思ってるんですか？どうぞ楽しみに。時間押してますよね、すいません、はい、ということでですね、あ、マリナさん戻ってきてくださいよ。はい、はい、もう写真もいいよね。はい、戻ってきてくださいよ、マリナさん。はい、終わりますからね。はい、ごめんなさい、ちょっとね、はい、終わります。田中に質問ありますか？あ、田中さんに質問ある人います。田中さんに質問ある人、はい、はい、はい、田中さん、頑張りましょうね、田中さん、はい、はい、では、真弓さん、じゃあ一部終わりましょうか。はい、ということで、この、これもね、多分後で、あ、ごめんなさい、後で、あ、向かってますね。はい、終わったライブが今からあります。ちょっと10分ぐらい、転換がありますので、10分ぐらい休憩後、ライブをしていただきます。で、はい、終わった後皆さんで見るんですね。そうです。あの暇な人は、はい、一緒に見た方を見ようっていう感じで、ぬるい感じで、はい、見逃し配信を見ます。見逃し配信を見ますということになってます。はい、ということで、一部終わらせて、終わりたいと思います。1月9日にですね、ぎっしりはぐきというアルバムが出ます。本当にでも僕はでも正直言うと、あ、丸村さんのこの作品はすごい好きで、なんか、はい、ちゃんとレコーディングされてるんですよね。やっぱそれがすごいいいと思います。なので変な声も入ってて、でもそれもちゃんと取れてるんですよ。だからすごい、楽曲としてすごい聴きやすかったので、質のいい変な声ですね。はい、質のいい変な声です。なんかそういうのもすごいいいなと思って、だからなんかプロデューサーさん の意図はすごい通じたし、丸村さんのいいところがすごい聴けたなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、なので次のメジャー作も非常に期待しておりますので、ありがとうございます。はい、頑張っていただければと思いますし、1月この9日は皆さんぜひ楽しみにしておいてください。ということで、10分後に、ライブ始めたいと思います。何かありますか？一応片付けるのを手伝ってください。あとこの29日まで秘密だって。30日から OK。 あと終わり。はい、はい、じゃあありがとうございました。さくらんぼ。